大量破壊兵器とは、人間を大量に殺傷すること、または人工構造物に対して多大な破壊をもたらすことが可能な兵器のことを指す。典型的には特に生物兵器、化学兵器、核兵器、放射能兵器の4種類を指すものとして用いられる。これらは、それぞれの英語の頭文字をとり、ABC 兵器、NBC 兵器、NBCR 兵器などと総称される。 核戦争核兵器を使用した戦争。広島市記録されている限りにおいて、大量破壊兵器に対応する英語の weapons of m a s s d e s t r u c t i o n という語は、1937年のロンドンタイムズで、スペイン内戦の際にドイツの爆撃機を指して用いられたアレーにまで遡ることができる。化学兵器は、すでに第一次世界大戦中に広く使われていたものの、 核兵器は開発されておらず、この文脈には核兵器は含まれていない。その後、第二次世界大戦中に核兵器が実用化され、1948年の国際連合通常軍備委員会においては、大量破壊兵器を核、化学、生物兵器とそれに類するものとした。大量破壊兵器の後は、1955年の ラッセル・アインシュタイン宣言においても用いられている。通常の用法では、大量破壊兵器は、NBC 兵器、つまり、核兵器、生物兵器、化学兵器の3種類を総称する言葉として、使われている。また、1991年の湾岸戦争終結時の国連アンポリ決議687においても、イラクの武装解除の主要な対象として言及された。 大量破壊兵器の拡散は世界の安全保障にとって不安定要因と認識されている。このため、その運搬手段ともなり得る長距離ミサイルと合わせて拡散防止のための国際的な協調が求められ、2003年には拡散に対する安全保障構想が提唱され、G8 会議では大量破壊兵器の不拡散宣言が出された。 2004年の国際連合安全保障理事会決議1540においては WMD を用いたテロ防止に向け各国の法制度整備や協力体制の構築を求めている。これらを受け関連物資の輸出規制や技術移転の制限、会場阻止行動の検討等が行われている。2017年4月6日にアメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプは シリアアラブ共和国大統領のバッシャール・アル・アサドがシリア内戦で化学兵器を使用したことに対する制裁としてアメリカ軍がシリアの空軍基地などへ計59発のトマホーク巡航ミサイルを撃ち込み国際情勢への武力介入も辞さない姿勢を見せたイラク戦争開始の根拠としてイラクが大量破壊兵器を保有している可能性があること及び 国際連合の無条件査察を受け入れなかったことが挙げられている。なお、戦闘終結後、アメリカ合衆国などから派遣されたイラク調査団が大量破壊兵器の捜索を行ったが発見されず、調査団団長、チャールズ・デュエルファーは2004年10月6日のアメリカ合衆国上院軍事委員会の公聴会において、イラク共和国に大量破壊兵器は存在しなかったと、 最終報告書を提出した、ありがとうございます。